皆さん、こんにちは。米海軍は初めて公式に500隻という艦隊規模を提案しました。これはインド太平洋地域に大きな影響を及ぼすでしょう。2月18日、米カリフォルニア州サンディエゴ海軍基地で開催された、米海軍のウエスト2 0 2 2会議で、海軍作戦部長のマイケル・ギルディ海軍大将は新たな海軍創設の必要性を提起しました。 将来の米海軍は513隻の主要艦艇で構成されるだろうと述べました。米軍通信電子協会 AFCEA と米海軍研究所が共催する年次会議 w スト二2022で、ギルディ氏は500隻以上の海軍戦力が必要だと述べました。米海軍は将来の艦隊構成は大型デッキの水陸両用攻撃艦九隻、 大型ドック型揚陸艦20隻、小型水陸両用ドック揚陸艦30隻、沿海域戦闘艦13隻からなる強力な水陸両用戦闘部隊と空母12隻を含むべきだと分析しています。これに加えて攻撃型原子力潜水艦70隻、戦略ミサイル原子力潜水艦12隻、駆逐艦60隻、護衛艦50隻、 支援艦100隻、それに将来保有する可能性がある無人艦150隻が必要です。全体として、米海軍は、有人戦闘艦263隻、支援艦100隻、無人艦150隻を含む約513隻の艦艇を必要としています。米海軍が500隻を超える艦隊規模を明確に示したのは今回が初めてです。 米海軍と議会はここ数年間、海軍艦隊の構成と規模をめぐって対立してきました。米海軍はこれまで何度か艦隊構成の評価を行いましたが、その中で最もよく知られているのは艦艇355隻からなる海軍計画です。この計画が最初に提出されたのは2016年12月です。当時、米海軍は355隻の特定種類の艦艇を実現、 維持するという艦隊構成目標を発表しました。そして2年後の2018会計年度国防受験法第1025条で355隻の艦艇をアメリカの政策目標として確立しました。米海軍と国防総省は2019年以降355隻の目標を達成するために努力しており、そのために小型艦艇の比率を高め、 大型無人艦艇 UVS の導入を特徴とする、より分散化された新しい艦隊構成を構築しています。2021年6月17日、米海軍は355隻の艦艇を目標としますが、海軍艦隊にさらに多くの新しい艦種を追加し、355隻に限定せず、有人艦321から372隻、 大型無人艦77から140隻とより分散化された艦隊構成としました。トランプ政権時代、野心的な海軍の造船計画が発表されました。しかし、バイデン氏の就任直後に、米軍の大規模な人事異動が行われ、海軍の計画を棚上げにしました。昨年末までに米海軍と議会は無人艦隊の規模を拡大することに合意し、 米海軍の分散海上作戦構想を完璧にするため、多数の無人艦による共同試験を開始しました。この構想は、米海軍の既存の通常艦と無人艦、そして航空宇宙軍を組み合わせ、広大な太平洋で協調して活動するものです。同時に米海兵隊は、共一地帯での活動に関する新しい構想を打ち出し、太平洋地域での作戦の柔軟性を高めるために、 新しい小型水陸両用上陸艦艇の装備を要求しました。2月18日のセミナーで、米海兵隊のデビッド・バーガー米海兵隊総司令官は、この研究完了までには約30日から45日かかり、海兵隊には31隻ほどの水陸両用艦艇が必要になるとの予想を述べました。バーガー氏は次のようにも述べました。過去13年間、 米海軍は12件の研究を行い、いずれも米海軍には少なくとも31隻の水陸療養鑑定が必要だという結論を示しています。また今回の研究でも予想通りの結果が出るでしょうとし、これはニーズであり海兵隊にとって必要なことになる。しかしその必要性とアメリカの財政支払い能力との間に矛盾があるかもしれないと述べました。 米国議会予算局 CBO の2021年9月の報告書によると新たな海軍計画を実現するためには2021会計年度の米ドルの計算で年間約253億ドル約2兆9000億円から327億ドル約3兆7000億円の調達費用が必要になりますこの数字は海軍造船のための年間平均予算 229億ドル、約2兆6千億円という議会の計画よりも10%から43%高くなっています。2022年度には、バージニア級攻撃型原子力潜水艦2隻、アーレイ・バーク級駆逐艦1隻、コンステレーション級ミサイルフリーゲート1隻、ジョン・ルイス級給油艦1隻、ケンイン・救難救助艦2隻、 海洋観測艦1隻など8隻の新しい艦艇を調達する予定です。米軍の現在の支出で500隻の艦隊を支えられるのかという疑問についてギルディ氏は、この数字は米海軍の2022年度予算の長期造船計画にほぼ合致していると述べました。ある報告書によると、アメリカの2023年度軍事費は7730億ドル、 約88兆7000億円に増加し、米国海軍は軍事費増加の恩恵を受けて拡大するでしょう。米国議会は現在、最新の艦隊構成評価報告書二2024会計年度の造船計画に反映させるよう海軍に要請しています。米国国防総省は新しい防衛戦略を策定中であるため、来年度の計画はまだ明らかにしていません。 しかし、新たな造船計画は、インド太平洋地域における米軍の主要なライバルをターゲットにしたものであることに間違いありません。中共の地域能力と拡張主義の野望が高まるにつれ、米軍は広大な太平洋を舞台に多角的な戦い方を検討しています。中共は2021年末の時点で、通勤動力空母2隻と、強襲揚陸艦2隻、さらに多数の駆逐艦、フリゲート、 独型揚陸艦からなる大規模な艦隊を保有しています。2021年中京海軍は 094A 型原子力潜水艦1隻、075型強襲揚陸艦2隻、駆逐艦、フリーゲートとその他の補助艦艇10隻など約17万トンの新しい艦艇を受け取りました。現在中京海軍は年間約20万トンのペースで艦船を建造しています。 2025年までに中京海軍は空母3隻、強州揚陸艦9隻、ドック型揚陸艦16隻を保有する可能性があります。その他の艦艇を含めると、中京海軍の大型水上艦艇は約250隻となります。しかし、米海軍と比較すると、大型艦、特に空母や原子力潜水艦の分野では、中京海軍と米海軍の間には大きな差があります。 米中の海軍力が加速度的に発展しているという事実は、すでに新たな軍備競争が始まっていることを示しています。米中の海軍力の競争は艦隊の数にとどまらず、艦隊の構造、新技術の適用、全領域作戦能力、高度な作戦思考など、包括的な競争となるでしょう。今後10年間で米海軍が500隻を超える艦隊規模になるということは、 少なくとも年間20隻の新しい艦艇を建造することを意味しています。そのためには十分な資金援助に加え、米国造船業の生産能力、新技術の開発力と適用力が試されることになります。米海軍の艦隊規模の維持と拡大は、基本的には新しい艦艇の建造に依存しており、たとえ短期的に戦闘部隊の増強が急務であっても、 米海軍は艦隊拡大の選択肢として退役艦を復活させないため、保管されている艦艇を当てにすることはできないのが現状です。米海軍は、退役艦を利用するにはコストがかかりすぎ、非常に限られた能力しかないので、その価値はないと結論づけています。米海軍には艦艇が海軍から離れた後、海軍基地の片隅に停泊させて、静かに錆びつかせる伝統があります。 中には封印されているものもあり、米軍ではモスボール艦艇と冗談交じりに呼ばれています。過去20年間、モスボール艦艇の規模は急速に縮小しており、現在は50隻を切っています。これらの艦艇は国家の非常事態に備えて保管されていますが、ほとんどの場合、スクラップにされるか海外に売却されます。現在、モスボール艦艇と言われるキティホークとエンタープライズの空母2隻、 水陸両用攻撃艦5隻、ペリー級フリーゲート21隻、多数の支援艦などのワシントンのブレマートン、フィラデルフィア、パールハーバーなど数箇所で維持保管されています。Google マップを見ると一部の艦艇はすでに錆びています。これらの艦艇を再び使用するには、改修や設備のアップグレードに膨大な費用がかかります。さらに悪いことにペリー級フリーゲート艦は旧式であるため、 2000年にミサイル発射機を破棄し、艦上の最大兵器は搭載されている7 6ミリの速射砲のみです。これらのフリゲート艦が米海軍で機能する唯一の機械は、実弾射撃の標的艦になった後海底に沈められ、魚の生息地になることでしょう。大役後の艦艇による支援がなくても、米海軍が500隻の艦隊規模に達成する頃には、 すでに数の上では中共を圧倒しているはずです。同時に米海軍にはイギリス、オーストラリア、日本などのパートナーや地域の同盟国があり、インド太平洋地域での海軍力は米海軍隊を完全に保管することができます。実際アメリカとこれらの国々はインド太平洋地域での継続的な軍事演習を通じて共同作戦能力を強化しています。 宗教はその拡張によって作り出した敵以外、インド太平洋地域に真の友好国がありません。米中は今会場で力とモラルの戦いを繰り広げており、勝者はすでに明らかになっています。今日の話はここまでです。ご視聴ありがとうございました。